さあ審判団フィールドに戻りまして、まもなく試合開始再開の形になります。後半戦は CA コルベツのキックオフで試合再開となります。キックオフをしますのは CA コルベツ2番の大城、福岡教育大学出身のプレイヤーが務めます。対します熊本マーベリックスはリターナーに23番と31番を配置しました。23番はパントシチュエーションで素晴らしいリターン決めております河津、そして地上戦を制しておりますランニングバック31番大黒が務めております。さあ熊本リターンに入ります。密集点を押し上げるように左を展開しまして、自陣33ヤード付近でボールデッド、この位置からの攻撃となります。リターナー23番は河津、佐賀大学出身。ボールオンは自陣34ヤードにセットされました。チャット欄メッセージありがとうございます。島様ありがとうございます。頑張れ CA コルベツ。さあこの答えに、この応援に応えるように現在 CA コルベツ奮闘しております。熊本マーベリックス自陣34ヤードからファーストダウン10。18じゃないですか、パス不成功。まずパスプレーから入りました。左に展開しておりましたワイドレシーバー28番にキャッチアンドダウンを図らせましたが、しかしパスコントロール乱れセカンドダウンに変わっています。さあ熊本マーベリー自陣35ヤード付近からセカンドダウン、熊本セカンドダウン10。正しいことしてた。さらに行く、さあ間が空いているかどうだ、残り10、5、エンゾータッチダウン。ここで左に展開したワイドレシーバー10番にパスを通し、10番ここで素晴らしいコース取りをしまして、相手を振り切って独走、一気に左サイドライン駆け上がりましてエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。10番熊本6点獲得。吉谷選手がタッチダウンしました。さあそしてタッチダウンとのワンプレートライフォーポイントに入ります。フォーメーションはキックフォーメーションを取りました。 FG 体系です。このキック成功しまして1点追加、熊本マーベリックス7点、CA コルベツ0点。熊本後半最初のシーズン見事タッチダウンし先制といたしました。アメリカンフットボールは得点パターン大きく分けて2通り、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴール、エンドゾーンに持ち込むタッチダウンです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点さらに加点となります。さらに自陣エンドゾーンで倒される自殺点セーフティーの2点がありまして、アメリカンフットボール得点パターンは2点3点6点7点8点の5通り、この足し算により得点が構成され、引き分けが起こりにくい決着方式になっております。さあそして試合は先ほど得点を挙げた熊本のキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合が始まります。必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい状況になります。
さあ、シーエ・コルベツリターンに入る。リターナー22番、相手のプレッシャーかわしながら右オープンを展開し、自陣25ヤードを超えた視点からの攻撃を得ます。さあ、後半再始、失点を許す形になりました CA コルベツ。この攻撃シリーズ得点を挙げまして、状況を再びイーブンに戻すことになるでしょうか。ボールオンは自陣27ヤードから CA コルベツファーストダウン10。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを開始いたしませんでした。オフェンスには制限時間があります。この時間外にプレーをしないと5ヤード抜退し、攻撃を継続です。シーエ・コルベッツ5ヤード下がってファーストダウン5で試合再開となります。このパスは不成功。ナイスパスディフェンス。シエコルベッツ、ここでプレイアクションパス、ランプレーをフェイクにしましてロングパス投じんと構えましたが、ディフェンスこれにつられず見事なカバーでパスを防いでおります。シエコルベッツセカンドダウン15。ここでクォーターバック、左に展開したワイドレシーバー22番にパスを投じました。しかしこのキャッチした瞬間に熊本12番ハードヒットでこのパスをロストさせました。見事なパスディフェンスを見せまして、このパスを失敗に終わらせましたのは熊本マーベリックス12番の新松、駒澤大学出身のチームルーキーです。シーエ・コルベッツ、サードダウン15の状況に入ります。パス不成功。クォーターバック12番、スプリントアウトからディフェンスをにとのチェイスプレーの中、見事にパスを投じました。ターゲット8番でしたが、わずかに届かず。パス不成功となりまして、フォースダウンと変わります。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。交代違反、フィールドの中に12人おりました。5ヤード抜退を受けましてフォースダウンやり直しとなります。コルベッツフォースダウン20、パントフォーメーションを取ります。このパントはプレッシャーからやや宙に浮いた形になりまして、自陣脱せず、コルベッツ陣40ヤードを超えた位置でアウトバーンズし、この位置で攻守交代となります。熊本相手陣入った位置からの攻撃となります。攻撃権変わりまして熊本マーベリックスの攻撃に変わります。
ボールオンは相手陣44ヤードの位置からの熊本ファーストアンテン。さあここでまずジェットモーションスイープを入れました。勢いに乗りまして28番右オープンを展開し約4ヤードのゲインとしていますがここでホイッスル。前田選手です。74ヤードゲインです。ここで負傷者が発生しましたためレフェリータイムアウトが入っております。先ほどから再三素晴らしいプレーを見せておりました13番の佐藤の負傷があったようです。試合再開となります。熊本相手陣40ヤードからセカンダウン6で試合再開。さあセカンダウンミドルで試合が再開します。さあ抜けようと、さあ投げ捨て、パス不成功。これはナイスディフェンス。クォーターバック18番ハンドオフフェイクからプレイアクションパスを投じようとしました。しかしこれを読んでかオルベッツ45番見事にチャージかけましてこのパスを阻止しております。素晴らしい判断でこのパスプレーを阻止しましたのは CA コルベッツ45番の那須、佐賀大学出身のプレイヤー。熊本サーダウン6、さあランプレーを投入しました。ディフェンスのラッシュの裏を突くように中央のランプレー敢行しましたがしかし3ヤードのゲインフォースダウンに変わります。キャリア31番は大黒、大阪教育大学出身のプレーヤー。その健脚にこの状況を打開を図らせましたがしかしフォースダウンと変わっています。熊本フォースダウン3パントフォーメーション。さあ転がってこれはタッチバックです。しかしこのパントエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。しかしここでイエローフラッグも発生しています。このイエローフラッグ果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ここでディフェンス側 CA コルベッツに交代違反の反則がありました。5ヤードのバッタイ従いまして自動的に残り3ヤードの更新になりますので熊本の攻撃継続となります。熊本マーベリックスファースター。ここは CA コルベッツ痛い反則を犯しました。熊本相手陣32ヤードからファースターアンテン。さあ、熊本マーベリックス、敵陣32ヤード地点からファーストランテンです。
ングバック26番ドロープレー、パスに見せかけたランプレーで見事裏をつきまして右オープン独走。しかしこの時にボールをジャックし、危うくボールを落とすところでしたが、これは確保しています。ゲインは9ヤード。ここでホイッスル。キャリアは26番の国広でした。熊本大学出身。ここでフィールド上に負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが取られています。試合再開となります。熊本セカンダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣22ヤード。ナイスディフェンス。ここでランプレーによる突破を図りまして、キャリア31番、ボールを託されました。しかしここにディフェンス陣殺到、コルベッツ10番仕留めまして約4ヤードロスを奪っています。素晴らしい対応でロスタックル。参りましたのは CA コルベッツ10番の甲賀美、九州産業大学出身。坂井様、メッセージありがとうございます。長井が出て、長野が出ていないということですが、ちょっと名前の方は先ほど後ほど確認いたします。ここでホイッスル。ここで熊本が後半1回目のタイムアウトを取ります。まもなくタイムアウトが解けます。坂井様がおっしゃられる長野選手、どうやら本日は名簿登録がありません。本日は残念ながら試合に出ていない模様です。さあタイムアウト解けまして試合再開。熊本サーダン5、さあこのパスプレーどうだろうか。パス成功、ファスター。ここで左に展開したワイドレシーバー83番にパス。83番、非常に際どいボールでしたが、これを見事にすくい上げましてボールをキャッチ、攻撃権更新としています。熊本マーベリックス、ファスター、見事この状況を打開しました。ワイドレシーバー83番は吉村、東京工業大学出身のチームのバイスキャプテンです。さあここで中央のランプレー、キャリア26番、ハンドオフを託されまして中央密集点突破を図りました。見事なステップワーク切りまして約4ヤードのゲインとしています。キャリア26番は国広、
熊本大学出身。熊本セカンドダウン6、パス成功、ファスター。クォーターバック18番、今度は左に展開していましたワイドレシーバー2番にパスを通し、2番ヒットを受けながら攻撃権更新です。熊本マーベリックスファスター、見事なパスを投じたクォーターバック18番は柿内、大阪経済大学出身。取りましたワイドレシーバー2番は久保田、東海大学出身です。夏永智也様、コルベッツ45番頑張れのメッセージ。那須選手、佐賀大学出身のプレーヤー、ここでも奮闘を期待しております。熊本ファーストアンドゴール、中央でのプレー、さあまだいっている、ここで密集点突破を図るパワープレーに出ました。オフェンスラインの力を生かしまして、一気になだれ込むようにエンドゾーンを狙いました。キャリア31番は大黒、約5ヤードほどゲインとなっています。しかしセカンドダウンに変わります。さあ残り2ヤードの攻防に注目しましょう。熊本の攻撃権は3回、熊本セカンドダウン2ゴール、残り2ヤード。中央へ行った、これはツダースタック、ここで再び中央へのランプレーだが、これはコルベッツ45番ナス、素晴らしいロスタック。熊本サードに変わります。さあこの攻防注目しましょう。熊本サードアンドゴール、パス不成功、ここでパスを投じました熊本、しかしこのパスはオーバースロー、フォースダウンに変わります。さあ白熱の攻防戦となりました、このゴール前の勝負、フォースダウンに持ち込みましたシーア・コルベッツ。熊本このフォースダウンフォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キック成功、3点獲得。この距離をキッカー見事に決めまして3点獲得となりました。熊本マーベリックス得点は熊本マーベリックス10点、 CA コルベッツ0点、その差を10点と広げました。鮮やかな攻撃を展開しまして、熊本最後はそのシリーズをフィールドゴールで得点を上げる形に成功しました。さあその差10点となりまして、熊本のキックオフで試合再開となります。シエコルベッツ、このキックオフリターンでその巧妙を見出すことができるでしょうか。さあコルベッツリターンに入った、これをしかし熊本を止める、右オープン展開を図りましたが、このリターンを自陣
コルベッツ陣20ヤード付近で止めまして、コルベッツこの位置からの攻撃と変わります。チャットへのメッセージありがとうございます。酒井様、レッツゴーコルベッツ、レッツゴー長野、メッセージ、これがコルベッツのメンバーに届いていることを期待します。そして長野様、コルベッツ79番サックお願いしますというメッセージがあります。その答えに、その願いに79番梶原応えることができるでしょうか。その状況を知る、まずはコルベッツの攻撃を展開を見ていきましょう。次戦21ヤードからの攻撃、中央へのプレー、密集点の間をすり抜けるようにキャリア24番、見事なランプレーで約4ヤードゲインとしています。何曰く24番は久野、 福岡大学出身のプレイヤー。さあここで元サンズのその見客、そしてその巧みな経験を生かしたランプレーを見せました。CA コルベッツセカンドダウン6、今度は QB キープ、オプションプレーで自らキープを選択しました。しかしこれは相手のディフェンスの壁を押し返すことができず、ノーゲインとなっています。CA コルベッツサーダウン6、ボールオンは自陣25ヤード。12番、ここで右に流れてパスを投じようとしましたが、それを熊本33番追いかけまして、パシュートで QB サック、約4ヤードロスを奪っています。見事 QB サックしましたのは熊本マーベリックス33番の岡田、日本大学出身のルーキー。79番、コルベッツ79番は梶原選手のようです。さあ熊本、このパントリターンに入った、鮮やかなステップで切り抜けまして、相手陣40ヤード付近に入ったところで攻撃を終えます。攻撃は熊本に変わります。さあチアリーダーもその応援に力が入ってまいりました。熊本の攻撃に変わります。熊本相手陣37ヤードからファーストダウン10、さあここでまずクォーターバック自ら QB ドローで中央突破します。キャリアとなりましたクォーターバック5番、見事そのヒットを受けながら9ヤードゲインとしています。力強いランを見せましたのはクォーターバック5番の吉村、大阪教育大学出身。熊本マーベリックスセカンドダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣28ヤード。再びクォーターバック1、オプションプレーからキープしまして、見事攻撃権更新をしています。熊本マーベリックスファースター、ここは吉村自らの足で攻撃をまず一旦リセットする形で前進しました。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、熊本マーベリックス10点、CA コルベッツ0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。